10月30日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて373円と71銭高、39,277 円と39銭でした。トピックスが 21.7 ポイント高の 2703.72 でした。日経平均株価続伸しました。3日続伸ですね。プライム全体の 55%、907銘柄が上昇しました。全体の 41%、677銘柄は下落しています。上昇が 55% ということで、まあ、半数以上が買われ、指数もしっかり日経平均3日続伸です。グロース250指数は 3.22 ポイント高、0.5% の上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は陰線が十数本続いた後、だいたい3万8000のところで底を打ち、終陰線終了とともに買い戻しが入って陽線が3本続いています。今日は昨日のところから比べますと、まあ、小さくではありますが窓を開けてギャップアップしたという一日です。半導体関連銘柄など、まあ、アメリカで昨日買われていたような半導体関連が今日は東京市場でも買われていました。東京の個別銘柄見ていきますと、7521武蔵ですね。選挙に使うような開票集計の機械などをシステムなどをやっている会社ですけれども、業績予想を増額修正し、1800円台というところまで買われる場面もありました。ただ上げ幅縮小し 4.6% 上昇でした。まあ、衆院選ですとか、都知事選が今年はありましたので、まあ、こうしたことから業績予想を上方修正すると、それを受けて急速に人気化しました。一方で住友化学ですね、こちらも業績予想の増額修正発表したんですが、上ひげで買われる場面ありましたが、結局終盤までは買い続かず、昨日に比べるとわずかながらマイナスに転じて引けています。1円と50銭安で引けました。今日の東京市場、日経平均株価、3日続伸しました。プライム全体の 55%、まあ、過半数の銘柄が買われていると、比較的強含んだ1日となりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。